お客様から預かりました JBL-LE85 コンプレッションドライバー、1インチスロット径、2インチダイアフラム径のですね、コンプレッションドライバーのダイアフラム交換、当社のタンジェンシャルダイアフラム交換と、ステンレス製の制振リング装着、そして再着地を行い、金メッキ端子交換という作業をこれから施すわけですけれども、その前にまず現在の状態の音をですね、再生して録音しておきたいと思います。バックカバー外した状態で、全くいじってない素の状態ですね。ちなみにバックカバーもですね、この標準の、砂型鋳物のですね、バックカバー、アルミ合金のものからステンレス無垢削り出しのですね、ヘンプバックカバーっていうですね、375なんかで、初期の375に使われているバブルバックっていうものですね。それに交換するわけですね。その過程でどう音が変わっていくかということで、まずは今の状態の音を再生したいと思います。A と、そして B、切り替えて、両方とも再生しますね。まず A から。ちょっとすでにもう、歪みが入ってますね。芯ずれが起きてると思うんですけれども。それから、吸音材もですね、このようにスポンジ、ウレタンスポンジがもう劣化してダメになってます。これが A の状態、片側の状態ですね。で、B に切り替えますね。こちらはですね、歪みこそないものの、やっぱり音が硬いっていう状況が見て取れると思うんですね。で、これ本来は LE85 はですね、タンジェンシャルタイプのエッジに、ダイアフラムが入ってるんですけれど、お客様の方でサードパーティーのですね、ダイヤモンドエッジの、ダイヤフラムに交換してますね。これは素材はチタンです。本来は純正品というのはアルミの素材で、タンジェンシャルエッジのものなんですけれども、もう一曲かけてみますね、 A から。B に切り替えます。再び A に戻します。B にします。現在のようにですね、やはりちょっと歪みが乗ってるのと、それからチタンのダイヤモンドエッジダイヤフラムっていうのは、耐久性は高いんですけれども、どうしても硬い、なかなかその信号、入力信号に対してですね、機敏に反応するというのはなかなか難しいので、どうしても硬いということが挙げられます。これをタンジャンシェルアルミ素材のダイヤフラムに交換して、ステンレス削り出し、無垢削り出しのですね、バブルバックカバー、ヘンプバックカバーに変え、そして着地を施して、端子を金メッキに交換して、それで音の変化がどうなるかっていうのは今後やっていきたいと思います。では、調整作業を経て、左チャンネル、右チャンネルともに音が整った状態ですので、ここで一つポイントについてお話しします。両チャンネルとも一見いい音で
まとまっているように見えるんですが、実は、左側の A のチャンネルについては当社の規定の音で十分鳴るようになってますけれども、 B に関しては不十分なんです。一般的に見たらば、B も何の問題もなく歪みも出ず鳴ってるかのように聞こえるんですけれども、抜けが比較すると違うんですね。それで、聞いていただくんですけれど、ダイアフラムの調整をするときにですね、もう決定的に追い込むポイントとして、この、震源が正しく出てるかどうか、パッと見ればですね正しく出てるように見えるんですけども、実は、細かく見るとこれが不十分だということで、これをするしないによって A、B この音の違いっていうのが発生するんですけど、ジグを使って中心を正しく出す、これをですね、上から見たときに本当に隙間が、コンマ5ミリぐらい、コンマ5ミリぐらいなんですけど、これが正確に震源が出てるのかどうかということですね。カメラで見てもちゃんと出てるように見えるかもしれませんけれど、よくよく見るとですね微妙にずれてるんです。これをどうするかというと、何度もこうして指の先でですね少しずつ力を入れて震源になるようにきっちり合わせるんですね。でその作業をするかしないかというものでだいぶ変わってきます。試みにこのじゃあ B、その作業をせずにちゃんと合わせたとする B についてまず音を鳴らしますね。もう一回かけます。問題なく綺麗になってるように聞こえますね。ただもっとちゃんと追い込むと A のような音になります。もう一度かけます。違いが分かりますでしょうか。マイクからの距離が B の方が近いので A の方がやや遠いので公平な条件じゃないかもしれませんけれども、 A は余韻がきっちり残って、そして伸びもあると。B については鳴ってるんだけれどもアタックのところは強調されるけども余韻に関して薄いということですね。もうちょっと同じ曲の中の違うパートで比べてみますかね。じゃあここで、今 A が鳴ってます。
ではこれを同じところ B で聞いてみます。これだけ聞けばわからないと思います。でもこうやって比べると別物のようになると思うんですね。全く同じものですし、両方とも何ら問題ないものをきっちりセンターを合わせて出してるんです。でも震源を正しく取るかどうか、ここで震源をですね、微調整して正しくよりギャップの中でこのボイスコイルがですね、ストレスなく一番いい場所でベストなそのポジションで振幅できるようにするかどうかっていう調整でこれだけ変わってきます。ではあとは B も A と同じように調整して最後バブルバックのカバーをつけたいと思います。はい、これで B も A と同じく震源の出し直しをして調整ができました。で B も聞いていただければ、この状態で聞いてもらえればと思います。先に A からかけます。この音ですね。そして B にします。これで B も晴れてですね、いい音になったということですね。まあ、これ AB、モノラルチャンネルなんですけど、AB 両方鳴らして、相違がないか、ちゃんとセンターにですね、耳を置いて、AB 同時に鳴らしても違和感がないかっていうのをチェックします。で、もちろんこの楽曲で合わせた後はですね、スイープ信号を入れたり、測定をですね、行うわけなんですけども、何しろ音が良くなければ意味がないですから、音の良さっていうことをですね、真っ先にこれは、重要視します。で、ここでピシッと合わせててですね、この曲ともう1曲、2曲ぐらいがまともにかかれば、何ら問題なくですね、測定結果も得られますし、これがとにかく大事ということです。動画の冒頭でお客様からお預かりした状態のままひとまず楽曲を鳴らして音を聞いてみるというくだりがありましたけど、今完成したこの同じ状態で同様の曲をかけて聴き比べをしてみたいと思います。完成といってもこれ、この後バブルバックカバーを入れてスロートから放出されるですね、表側からの音が本来、目的の音ですけれども、いわゆるこの、ダイヤフラムの裏側から出てくる音、これで比べたいと思います。最初にそういう条件でやってますので。A と B と切り替えて。
音量であるとか音色っていうのが相違ないっていうのは大事ですね。パーカッションの音なんかっていうのは最初の状態でももう全然出てなかったですね。このダイヤフラムの振動板そのものの素材とか状態っていうのも大事なんですけど、いかにエッジがですねしなやかに動くかっていうことによって、その下の最下限どこまで低いところまで出せるかっていうのが決まりまして、センターがきちっと出てる、そして深淵が出てるということによって広域の放出も決まります。だからより低いところまでより高いところまで出るっていう、一見相反するようなことを両立させるということができるわけですね。 B で鳴らしてます。これだけの広がりが出るわけですね、まあ、このダイヤフラムだけで。曲を変えます。A に切り替えてみますね。AB 同時に鳴らしますね。はい、ということでもう全く別物になったということですね。あとはもうこのバブルバックカバーを装着して完成しますんで、まあ、最後にそれをつけてスロート側からの音も聞いてみたいと思います。はい、LE85 ステンレスムック削り出しのバブルバックカバー装着しましたので、これで完成形ですね。純正標準のバックカバーというのはこういうフラットバックの鋳物鋳造のもので、中に吸音用のウレタンスポンジが入ってますが、これがまあ経年でこうやってボロボロになってしまうわけですね。でこれはもう交換しなければならないっていう状況であるだけではなくて、ダイヤフラムの背面から出る美味しい成分をですね、まあ、ここで吸い取ってしまうということがありますので、まあ、一方でこのバブルバック型っていうのはダイヤフラムのカーブ球面に応じた、削り込みがしてあって、そこに反射したものを一緒に合成してイコライザーを経由してスロートから前へ出すという構造になってます。まあ、これでちょっと音を聞いてみましょうか。では AB ともに
同時に再生します。ステレオではなく、これはモノラルですけれど、両方とも鳴らします。仏の座を見つけ
はい、いかがでしたでしょうか。今聞いていただいたように変な癖があったりピークが立ったり小うるさく感じるようなところもなく、自然に広がり下も上も十分出ると思うんですね。今クロスオーバーは 800Hz で下をカットしてそれ以降出してるわけなんですけれども、もう500とかだいぶ低いところから入れても十分できるし、あの 2way としても使えるわけですね。まあ、認知ドライバーなんていうのは 500Hz とか400ぐらいまで入れたりしますけれども、これでも十分そこまでいけるんじゃないかと思います。で、これはですね、タンジェンシャルダイアフラム、タンジェンシャルエッジのアルミ素材ダイアフラムと、そしてステンレス製のホールドリング、それから、特別なバブルバックカバー。本来であれば JBL は2インチ用375とか2440用、まあもともとは375だけですけど、375用に設計されているバブルバッグで、JBL では存在していないものを当社で、同じ、基本的には同じサイズ、同じ形状のものをスケールダウンして、1インチ用に特別に設計したバブルバッグカバーですね。まあ、これによって、その美味しいところを吸音せずに、反射させて、イコライザー経由でスロートへ出してくるっていうこともあるんで、エネルギッシュであり、まあ、帯域のかけであったりとかですね、変なピーク、山谷がないっていうところが特徴です。まあ、これ LE85 とか2440、2441とかお持ちの方は持ち込みで当社でもカスタムを行っていますので、お問い合わせをぜひください。それでは。